前橋でサックスを吹いてる篠原雅樹です。はい、音楽はアドリブを主体にしてますけれども、大体アメリカのスタンダードナンバーを、メインにしてます。コーヒールンバとかですね、あと思い出のグリーングラスとかですね、あとアイルランド系統の、民謡が好きですね。はい、エピソードは山ほどありますけど、それを言うと30時間ぐらいかかりますので、考えてることはですね、その相手に伝わってるかどうかっていうのを一番考えますね。この人が何を好きな人かな考えるのと、あとは音の、自分の音に対しての全て、コントロールするかどうかを考えてやってますので、ある意味、無の境地と言ってもいいところまで行きますね。勇気をもらったとかですね、楽しくなったとか、福岡に来て、僕の演奏を聞いてくれてよかったと言ってくれた時は嬉しいですね。8時から10時までと決めて、今は、出会い橋というところで皆さんにお会いしてますけれども、将来は必ず、世界的なところまで行きたいと思っています。なれるかどうかは分かりません、なれるかどうかは分かりませんが、それに向かって日々努力はしているつもりですので、応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもお願い、よろしくお願いします。かな。